にちは、金奈美です。早速ですがお知らせです。9月3日土曜日に愛知県名古屋市今池にてシンガーソングライターアミマリアとのツーマンライブがあります。パラダイスカフェ21にて6時オープン、夜ですね、6時オープン、6時半スタート、チケットは3000円で別途、何か飲食、ご飲食ワンオーダーとなっております。お席残りわずかなんですが、まだ間に合いますので、もしご興味ある方は、私まで DM でも Gmail でも、この日は弾き語りや、2人でのコラボなどなどご用意しております。弾き語りは、年に本当 1、2回しかやらないとてもレアな機会なので、ぜひ、お越しいただければと思います。よろしくお願いします。たくさんご質問いただきありがとうございました。それでは早速いきたいと思います。名前、出身地、はい、金奈美です。三重県生まれ、8歳まで三重県伊賀市で育ち、でそこからは10年間愛知県名古屋市で育ち、そこからは10年間東京におります。国籍は韓国です。血液型は A 型です。はい、好きな季節は秋ですね。なんかこうお昼寝しやすい春も好きなんですけど、重度の花粉症持ちなので秋で、冬生まれなんですけどね、夏と冬はちょっと苦手です。猫はオス、メス。猫は名古屋の実家で飼っているんですけども、メスです。私はとても嫌われているんですけど、とても大好きです。遊びに行きたい都道府県は、行ったことないとこも結構たくさんあるんですけど、今の季節なら、まあ、暑いっていう理由で、避暑地に行きたいっていう理由で軽井沢ですかね。3月だったら沖縄に行きたいです。花粉がないので。エレクトーンについている丸いものは何ですか？これですね、 USB についているドーナツ。もうこれ小学生ぐらいの頃からつけてて、この USB も小学生の頃から使ってるんですけど、これがあるとね、ついついエレクトーンに差しっぱなしにして忘れてっちゃうことがよくあったんですけど、これがついてると、ナミちゃん忘れてるよってみんなが届けてくれます。 USB 用のドーナツでした。浮気したくなった楽器はありますか？本気ではないんですけど、ベースに対する憧れが尋常じゃないです。昔からベースが大好きです。全く弾けないんですけど。天気は晴れ派、曇り派、雨派？晴れです。もう365日晴れたらいいと思ってます。もう天気が悪いと、あからさまに機嫌が斜めになります。ドライブする、めったにしないんですけど、この前思い立って海まで朝急に車借りて行きました。行って30分間海の近くをこう歩いてみて満足して帰ってきました。何もせず定住するなら都会は田舎。私都会も田舎もどちらにも住んだことがあるんですけど、どっちも好きなんですけど、定住するなら都会ですかね。やっぱ便利さにはかないません。田舎を見るとちょっと落ち着くっていうのはあるんですけど、でも都会かな。異性からもらって嬉しい1000円以内のプレゼントは、ゴディバのギフト券ですね。ショコリキサーのみたいです。はい、嬉しいです。5分で完食チャレンジするなら、熱々の肉まん10個かキンキンに冷えたガリガリ君10本、後者です。めちゃめちゃ猫舌なんで、多分ガリガリ君10本ならいけると思います。髪を染めるならピンクは水色この2択ならピンクです。次、ライブ配信を始めて自分の中で変化はある？これなんですけど、実は、今年に入ってからほぼ毎日、エブリライブというライブ配信アプリで配信をしております。詳しくは概要欄をご覧ください。ぜひぜひ覗きに来てね。
たまに演奏したり、でも雑談がメインなんですけど、結構コメントもちゃんと拾ってお話ししています。自分の中で変化があるかどうかなんですけど、まあ、強いて言うなら、私3年前ぐらいまでMC、ライブ中の MC がすごく苦手で、私に話を振らないって言ってこいつも言ってたんですけど、喋ることが苦手じゃなくなりました。まあ、上手な自信はないんですけど、人前でこう急に振られても喋ることが怖くなくなりましたね。それは配信のおかげじゃないかな。毎日こう 1,2 時間とか喋ってるんで、そうそう、コメント来なくても喋ってるんで慣れました。インストか歌詞ありの曲どちらが好きですか？これはもう即答で歌詞ありです。ただ歌詞ありの曲で歌詞とメロディーどっちの方が気になりますかって言われたら、メロディー曲の方ですね。でもインストも好きです。ちなみに歌詞に共感するということを初めて経験したのは大学生ぐらいの時ですね。それまではコードにしか耳がいかなかったけれど、歌詞も共感することもあります。恋愛している時と失恋した時、どちらがいい曲作れると思う？これは失恋した時だと思います。なんか自分自身がとかいう話じゃなくて、なんかこう人の曲を聴いててそう思う。辛い時の方がなんかこう赤裸々な内容だったり、あとそもそも切ないのが大好きっていう好みです。自分と相性のいい楽器メーカーは、ヤマハです。これもヤマハ、シンセもヤマハ、エレクトーンもヤマハ、アコーディオンもヤマハ。あ、鍵盤ハーモニカだけ違うかな。はい、最後の質問です。弾いていて良かったと思う時は、個人的にはなんか私は歌の後ろで弾くのが一番好きだから、こう歌いやすいって言われるのが一番嬉しいかな。そう言われた時にとてもやりがいを感じます。はい、以上です。質問くださった皆さんありがとうございました。ちょっとだけだったけど、いかがでしたでしょうか？先ほどお話ししたライブ以外にも、まあ、ブライダルだったりいろんなところで弾いていたりするので、そういう情報をSNS で更新しております。インスタグラム、ツイッターやっておりますので、ぜひぜひフォローしてください。チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナミでした。ありがとうございます。